天心木村さん急にひろみさんの応援に駆けつけ緊急特別番組小林智アナはやっぱりやってますどうも各位私も24時間金玉引っ張り続けました剣道小林です。まだ庭掃除するともう10分で大汗かきますアンガールズ山根です。立ちこぎで立ちこきさんどうも寺の池に金玉を浸したら鯉が浮いてきましたアンガールズ田中です。牛丼が食べたい AKB48 村山優里です。英語で何かを説明するって難しいなって改めて思いました。沢口彩香です。よろしくお願いします。さあこのアップレやってますさまざまなジャンルのメンバーが90分にあたってアップレの内容でお届けします。はい、うん、俺ね、はい、そうやゆいり、はい、牛丼ね、はい、うん、母ちゃんも調べに行ってくれた、はい、赤坂のお店に、うんうんうん、この、秋からちょっと新番組やるんやけどそこで初めてのスタッフに、はいはい、あ、ちゃうわ違う番組やごめん全然違う番組全然違う番組のスタッフさんに、うん、のスタッフに、うん、はい、エレベーターで二人っきりになってるのその人と喋ったことなくて、はいはい、AD みたいな人ね、はい、あのこんなとこで話するのもなんなんですけど急に言われて、はい、限られたエレベーターの時間よ、はいはい、いきなり何そのトーン、はい、ちょっと怖い、うん、時間ないよもう着くよ30秒です、ね、あのちょっと僕昔赤坂方面で、はい、の制作会社勤めてたことあって今場所変わったんですけど、はい、僕もあのおばちゃんすごいなと思ってたんですよ。すごい。そう。知ってた。ああ、そう。知ってた人なんだ。知ってんのやっぱり。あのハンチングモの人ですよねって言って。制服やし。うわあ。やっぱ有名だったんですね。知る人ぞ知る。はいはい。会いたかったなやっぱり。うん。すごい。その人は。うん。これ聞いてるってことですか？そう。だ俺と番組、まあでも最近始まった番組なんで、うん、なんか俺のこと調べてんで、いろいろ。ああ、それきっかけに。いろんな番組とかラジオ聞いとこうと思って。へ、は、ぇ、いはい、やったら、あの話してるってなったらしい。すごい。へぇすごいな。わぁ、これが広がっていけばどっかで見つかるかもしれない。だからすごいおばちゃん見たっていう情報だけ欲しいね。欲しいすごいやなんか もしかしたら店移籍しててさ、うん、沖縄でいますって、うん、見つかりましたっつって探しました見つかりましたっつって笑わせましたありがとうございました見つかったって沖縄沖縄いや逆にもっとドラマチックな展開がその赤坂のスキヤで見つけましたとか言ったらああヘッドハンティングのなあそれはすごいことですよね、うん、バルテン、うん、もちろん給料も高めに設定されて引き抜かれてるってことですから、うん、そういうことがあって牛丼食べたいねいやなんかちょっと前に初めて店舗で牛丼食べたんですよ、うん、ああそうなんや、うん、そうお母さんすき家。すき家。すき家の牛丼を、なんかテイクアウトして食べるの好きじゃなくて、どうしても。俺も。好きじゃないテイクアウト。だからよく、じゃあ晩ご飯は牛丼でいいって言われてもちょっといらないやって言ってたんですけど、うん、今年のお母さんの誕生日の時に、深夜、ちょっと悪いことしようって言って、牛丼屋さん入って食べたんですよ、店内で。かわいいお母さんやな。何やちょっと悪いことで夜中の牛丼行くってそうなんですでその後に中学生の感覚やその後に温泉行こうねって言って牛丼食べに行ったんですけどもう提供が早すぎてそうよめっちゃびっくりしてそうよあったかいし、うん、美味しいし冷たいなんかもう感動しちゃってそうやな牛丼ってなそうか最初行くとそうかそれに感動しちゃって、うん、もう今週4とかで食べちゃうぐらいハマってるハマってるやばい店行って食べてる三大チェーン店のやっぱ比べてほしいわいろいろあそうそうそう、うん、やっぱ全然違うから個性が全然実は全く味違うからね、うん、三大チェーン店松屋の牛丼を勧められて、うん、食べたんですけど、うん、私的にまだすき家派でしたまだすき家派、うん
確かに女子って好き派が結構多いのよ。あ、味的になんですかね。トッピングがちょっと楽しいしね。あ、そうか、そうなんだ。そうそう、季節によってどんどん変わっていくし、そうそうそう、結構そうな、店いろいろありますよね。あの白髪ネギの時大好きで、美味しそう、うん、横で白髪の人食べてるの見て微笑ましかったね。どういうこと。白髪世代の人、そう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 、ずっと牛丼食べてきたでしょうから。今白髪世代。え、それ松屋ですか。すき家。すき家、うん、うまそう。でも、うん、麦とろみたいなやってるとこどこでした。中尾やってましたっけ。すき家じゃない。すき家でしたっけ、うん、あのわさび、あ、山わさびとろろみたいな、とろろわさび山とろ、うん、山かけみたいな、うん、あ、そう、山かけ。俺もあれ好きだ、うん、あれも美味しくて。でも私白米がとろんとろんぐちょんぐちょんみたいになっちゃうのが好きじゃなくて、あ、うん、あ、つゆだくね、つゆだく、つゆに浸ってるのがそんな好きじゃなくて、うん、だからつゆ一切いらないなって、ちょっとこだわりが出始めてる自分にびっくり。オーダーできるからつゆ抜きっていう。え、できるんですか。スキヤもできるのかな。吉野家はそういう軽カスタム、公式ではダメって言ってんねんけど、どこでもやってくれるの、うん、そうなんだ。そうそうそう、ネギがくとかもできる、うん、そう、ネギめっちゃ美味しかったです、うん、俺いつもつゆ抜き。いや、そうですよね、めっちゃわかります。大人やな、お前らは。大人です。俺もつゆだく。つゆだく、つゆだく、つゆだく、わかるんですよ、そっちが好きなのも。俺子供やな、自分でも思うもん、俺子供やなって。ご飯まで味が欲しい。そう、染み込んでほしい。そういうことか。やっぱご飯とお肉をやっぱそれぞれの味を、大人やな。俺ほんまに尊敬するもん、牛皿と米食べてる人。牛皿の時もありますね。この人めっちゃ大人やんって思うんだけど、俺もつゆだけでジュブジュブで食べるんですけど。いやー、うん、つゆ抜きは食べたことあります。え、つゆ抜きで食べたこと。あ、じゃあわかります、うん、あのつゆ抜き食べたことない人がいる、うん、多い、結構多いと思うから。食べたことない。俺真ん中だわ、ね、真ん中って。真ん中通常。通常。あ、だから言わへんの。言わないです、ね、通常の人にもぜひ一度だけつゆ抜きやってほしい。そんなに違う。そのぐらいご飯がやっぱもうパキパキの真っ白でくるから、うん、それとご飯、お肉が合う時のこの感じが全然違うのよ。あ、そう、演出なのかガチなのか、はい、だからカスタムはないですって言うてんのよ、公式が。うーん、なのに店行ったらやってくれるの、言うたら、はい、優しい。なんか優しいと思ってまうのよな。あ、逆にね。そうそうそう、演出かなこれ。あ、もしかしたらな。確かに、うん、戦略で、うん、やらないって言ってるのにやってくれる、うん、あ、いいですよ言うて。あ、通常でね。よくつゆだく行く。俺、まあ、たまに間違えてノーマル、ノーマルのまま注文しちゃった時ですら、うん、うわー、ちょっとご飯にかかってるわーって、これもう残念、残念に思う。でもノーマルが、ノーマルがだって一番いい形だとして出されてるわけでしょ。そうだと思うんだけど、山田が一番正しいの。確かに。そうよ、そうなんだけど、やっぱこのつゆ抜きになれるともう全てがこのご飯がつゆがジュブってなってる時点で、ああしまったなってこう、ゆりも。なんかご飯の食感というか、あの、そうね、あの個体でいてほしいんですよ、ね、ご飯が離れないほしいから。そう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 、大人やねそれは。え、ゆりもつゆ抜き、つゆなしで頼んでんの。いや、知らなかったです、そのせい。なんかノーマルでなんかやだな、やだなというか、もうちょっと米であってほしいのになって思っちゃった自分がいて、うん、あとお肉ももっと少なくていいなって思いました。じゃあもうネギだくや、ネギだくつゆ抜きや。ほんとちょっとで白米がめっちゃ進む人だなって。吉野家確かネギだけやってるよ。わお、もうやあれ期間限定なんだな。へえ、そう、肉抜き、やばい、ハマりそう。まあ、あの、いや、だからタレが好きなの、キャラメルコーンのピーナッツだけ食べたいとか、あ、そういうことだな。はあ、はあ、はあ、うん、あの肉うどんのうどん抜きみたいな、そういうことか。ああ、いるよね、肉、うん、食べたいな。子供やでさ、さわちゃんと俺は。なんか通読得した気分になるんですよ。そうやな、得、お得気分になるし、味がね、ご飯の熱すぎるのがちょっとな、冷めるし。そうなんですよね。熱くて、余計熱くなる。他のやつご飯って熱いやん。でも水分かかったやっぱ気化熱が抜けていくやん。いや、だってあれご飯食べ終わっ
って後ろの下の方いたら下の方の米って、もう常に使ってるでしょ。そうベチャベチャしてるのね。信じらんない、そんなの。だから邪魔なの。じゃあ猫まんまする派ってことですか。猫まんま大好き。大好き。なんかもう冬の朝はジャビジャビ食いたいよなあれ。冬の朝猫まんましか食べないですよ。へーまあ、ベチャベチャの米が好きなんですよ、結局。俺もベチャ米好き。大好き、あれ本当に美味しい。意外とお子ちゃまでした。お子ちゃまやね。自分でも分かってね、俺お子ちゃまやなって。いいじゃないですか。うん、ああ、なるほどね。さあ、じゃあ、後先の方。はい。さあちゃん。はい。あっぱれやってます、はい、水曜日では出演者へのメッセージや各コーナーへのお便りを募集しています。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日、メールはやるすやっとマーク MBS1179.com まで。お便りをいただいた方の中から抽選で3人の方に番組ステッカーをプレゼントします。はい、じゃあ今日は AKB 大先生に行ってもらおうか。はい、お願いします。これは私の好きな曲です。聞いてください、AKB48 で運命の歌。知らんな。ケンドーコバヤシが AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。お便りやってます。はい、このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーです。さあちゃんお願いします。はい、埼玉県白い平日さん。最近ウォシュレットでも破れにくいという眉唾ものトイレットペーパーを使い始めたのですが、これが本当に破れにくくて感動しました。ここ最近のベストバイでした。やるすいの皆さんが、最近買って良かったものがあったら教えてください。それは確かに素晴らしい、ね、眉唾ものって何ですか。どういうこと。眉唾ものって何ですか。信じられへん。眉唾つけてもう一回しっかり見なあかん、確認しとかな。嘘っぽい。嘘じゃないの。それが毎日のもの。そういうふうにちゃんと眉に唾つけてもう一回見なさい。そういうことか。あ、そういう言い表しのもの言葉が初めて思いましたね。ウォシュレットでも破れにくい。そうだから、トイレットペーパーって水溶性やんか。はい、だからウォシュレットシャーってた後お尻拭いたら、あの髪の破片がはいはい、お尻周りについちゃうことがあるやん。そうですね。風俗で恥かくやんか。そうなんだ。そんな経験してないですから。知らないな。確認されてる時にティッシュペーパーがついてることが。まあ、分かる。単純にそのビショビショになった時に拭く時にもうシュンってこう一気に手にちょっとなんかうんち汁ついたんじゃないかっていうのがシュンって一気に UZ。確かにね。そんな感じで破れて。トイレットペーパーちょっとこう、剥がれてる感じある時あるもんな、それはないんだ。あと一回終わったと思って立ち上がった時トイレットペーパーついてきてる時とかもあるからな。ああ、ありますあります、だからその水溶性が確保されながらもあの水溶けなあかんから、トイレットペーパーは絶妙なラインを。絶妙なラインを。これは欲しいね。なんかちょっと破れにくいって聞くとちょっと硬そうなイメージ。そうやな。そうだね。でも今の時代硬いじゃ売れないやろ。うん。確かに。流したら溶けるってことだよね。そういうことや。水流により溶けるみたいな。進化してる。すごいな、トイレットペーパー。最近のベストバイ何ですか皆さん。僕はね、サミットっていうスーパーあるじゃないですか。はい。あそこの冷凍たこ焼き。めっちゃプライベートブランドの。ああ、まあプライベートブランドっていうか、サミットのたこ焼きっていうのが売ってるんですよ。プライベートブランド。それめちゃめちゃうまいです。他の冷凍のたこ焼きともう格が違う。宮たこよりうまい？宮たこより確実に。宮たこって別に冷凍じゃないのに。冷凍に負けてるもん。本当にうまいな。冷凍のさ、うどんとかもさ、コシがすごくあったりとか。今すごいね。美味しいんだけど、たこ焼きって、なんかね、サイズ感とかも、サミットのたこ焼き、本当にうまいです。だしも効いてるし、電子レンジで温めるんですけど、ちょっとパリッともなって、中トロッとしてて。ふにゃふにゃのイメージだ。まあ、目覚ましい進歩やもんね、冷凍食品が。
まあそうですね。今冷やし中華作れますしね、冷凍食品で。あ、そう。あ、そうなんですよね。あるある。すごいなと。あれはいいな。美味しそうと思います。あと何ですか皆さん、ベストバイは。ベストバイ。いや、サバちゃんは。サバちゃん。サバちゃん。サバちゃん。ニトリで売ってるセパレートのフライパン。おお。あるね。仕切りあるやつ。そう、あれ同時に2つ料理できるやつ、ね、そう、あれ結構便利で。確かにあれちょっといいなと思う時ある。私やっぱ自炊とかもするんで、おうおう、朝ご飯作ってる時、すごい便利。2品作れんねんな。そうです、そうです。卵焼き右で作って左はなんか炒め物してってできるのがめちゃくちゃ時短だし、ちょっとあれ羨ましくはあんねんな。確かにめっちゃ時短ですね、あれは。いい。しかもあれ2000円で買えるってすごいなって思っちゃう。安っ。一人ってすごいって思う。ベストバイ続くね。続きますね。記録更新を。田中さん。いやあんまり買ってないんだけどな。いやでもね、結局。今もう、嫁はんに全部お前らあれ買わとけ。いやでも結局、その、もらったものなんですけど、あの、もう知ってると思うけど、あの、全然氷溶けないやつ。ああ。サスギャラリーの、すごいね、あれ。この次の日の夕方まで溶けてないもんな。氷を、普通にこう、まあ、別に飲み物、ドリンクとか入れる、このなんか、スチールみたいな感じなんだけど、なんかうまくこの空洞みたいなのが作ってあって。軽いもんな、あれ。軽い、めっちゃ軽いな。で、金属へのに持ったら軽ってなのな。そう。で、氷が全然溶けなくて、こうなんかお酒その後ついで飲んでも、だ奥さんと飲む時にずっとそれで氷継ぎ足さずに飲んで。奥さんと晩酌してんねん。あ、たまにしてるんですよ。素敵。やりたかったこと全部やってるな、お前。今ちょっとやってます。ちょっとつまみ作ってくれてみたいな。氷入れて飲むような酒だって飲まないじゃん。あ、でもね、そんなに飲まないんだけど、やっぱキンキンにしたいからあえて入れてレモンサワーとか。あ、レモンサワー、そうか、そうか。あ、そのぐらいをやっぱ、おつまみ作ってくれんねん、奥さん。作ってくれますね。おいおい、それはだってマジで、それはあるでしょ。やばないよ。なんだよ。おつまみなんか作ってくれたことないよ。そんな人おらへんよ。優しい。いや、それは、で、よく、だって、向こうからの女の子とかじゃないそれ。お前、それ普通だと思わない方がいいよ。スペシャルよ、それ。確かに、俺もその印象がある。へぇー。おかんの世代です。ああ、そうですか。今は、女だってね、働いてんだよ。今の時代。そんなことじゃない。いや、そう、あの、なんか、集団心理というか、そうなってる、世の中が。確かに。いや、女だってね、疲れてんだよ。会社でも。集団心理が、今地球を支配してるから。いや、うちの奥さん、お酒飲むの好きなんですよ。だから、おつまみ自分用の作って食べたいって飲んで、その、それを一緒に食べてるだけなんで、自分が好きなんですよ。いやいや、意外と亭主関白なんちゃうの。いや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 、俺だって下戸ですから。めちゃくちゃ。もう一杯で、この一杯しか飲めないんだけど、って言って、でも奥さんが飲んでるから、ああ、でも。奥様やね。素敵。欲しいな。いや、ありがたいですよ、あんまり言わん方がいいよ、それ。いや、これ、だから。その集団心理に押し潰されるかもしれん。そうなんですよ。で、女だって。いや、俺ね、だから違うラジオで、うちの奥さんが、まず最初、お風呂入った時に、お風呂出たら、パジャマとか、シャツとパンツ用意してくれてたんですよ。で、って思って俺、こんなことしてくれるなんてすごい神様だなと思って。俺、今までの彼女でもらえん、そんな。そうですよね。で、俺、ラジオで。船だよ、船。船っすね。そう、船。いや、そうそう。だから俺、ラジオでそれを言ったら、山根とか作家さん同じところの人が、今みたいに、って、そんなことやってくれる人いないですよって言ったのを、そのラジオを奥さんが聞いて、で、って他の家庭、やってないだなって思ったらしくて、それ聞いて以来もうやってくれなくなったんだ。それ聞くまでやってると思ってたの奥さん。
周りの人がみんな周りの人がやってると思ってたんですよ。世間知らずだね。いや世間知らずとか言わないで、良かれと思ってやってくれたとか。時代遅れの男になりたいって歌あったけどさ、今そうなってますよね。時代遅れの女でありたいっていう、なんかかっこいい。そうそう、周り知らないんだね。いやでもまだこうやって言うとやってくれなくなると思う。あのつまみとかもだんだんやらんよ、ほんまに絶対、うん、絶対いない。やらないって宣言されましたもん。もう下着とかちょっと準備するのやめろ。それ多分なんか恥ずかしい、うん、恥ずかしいっていう感じで、世の中の人が、ね、そ時代遅れと思ってしまった。でもそれでいいんだけど、うん、その家庭ごとで、うん、だから矢川が今そんなこれあの今聞いてたら山根と俺が怒られるよそんなやつおらんって言うって羨ましいみたいな首出したことに、うん、女だってよ。それ死んだろ。強いんだよな。女が強いですから今。それ言われたらもう我々ひれ伏するしかない。そうなんだ。そうですよ。ですよねって言って。もちろん働いてるし、うちの奥さんも。うん、いやしんどいだろうなと思って。うん、いや素敵。すごい集団心理に巻き込まれてない環境で生きてこられてんな。あそうでしょうね。まあでもこれも聞かれたら多分もうやらなくなると思います。はあ、でもその周りがやらなくなってほしい。何ですか。俺がいいと思ったのがどんどんなくなるじゃないですか。ちょっと ついてない方が人生楽しい。確かに今月々に過ぎてるわ。あーもう今エッセイ書けそうなぐらい今どんどんやってくれる人が減ってるっていうエッセイ書けそうですもんね。うん、いやちょっとでももうそれはなんかありがたいから嬉しいからやってくれたら、いやまあ頼むのはなんか申し訳ないから、知らず知らずにやってくれる分にはなんかいいかな。これやっぱあのほんま漏れ出している山根と俺の羨ましいという空気に今世間が怒ってるから。そう、うん、そんな世の中やから今羨ましいって言うたら怒られないんだよ今。今そういう時代じゃねえんだよっつって。なだってよ。めっちゃ出てくる。いやまあもうそうですよね。うん、うん、でもまあ俺ももちろん家事とか、うん、やるし。ボロすな。いや俺だって家事やってるよ。山根は本当にそうね。山根はもうちょっとこの晩酌の時、山根お酒も好きだから。で、まあ、やらかしてるしね、俺はね。タバコね。まだ田中はやらかしてないじゃん。ああ、やらかした瞬間、もうちょっと立場が下がってくるよ、やっぱり。今は対等だけど、下がっていく時あるじゃん。まあ、知らんぞ、ほんま。お前。お前不倫したら斎藤どころやないぞ。ダメだよ。本当芸能界で多分消えないといけないと思うわ。もう斎藤どころやないやろ今のお前のキャラから言ったら。そうですね、うん、俺ももうそう思いますし、だから絶対しないように斎藤みたいに2週連続なんな元カレやゆいかちゃんのラジオも後半になっちゃって。今日全く違う全く違う関係ない番組で、はい、その福岡のあの言った美人ホステスさんみたいなのがザーッと流れたのよ、うん、いやそら行くよなと思ったけど、こんな綺麗な人いっぱいおんの言って福岡県人多いって言いますもんね。なほんま綺麗な人多いもんな。うん、九州の代表みたいな感じでみんな集まってくるって言いますよね。まあ、九州中からね、みんな一人暮らししますとかは福岡に行くっていうからね、就職しますとかも。確かにそっか、うん、いいな斉藤はまあもう踏ん張り時ですね。ここが踏ん張り時。まあ確かに、うん、まあ、この続きの話はちょっとできへんわな。吉本だけでとどめておきたかったよ俺は本当に。こういう話はやめますこの話は。強制終了。いや斉藤はもうこれで多分これで終わりですよね、うん、じゃあ何かあるみたいな感じだったから。いや鍋プロの話はやめとく言ってんだから。ああ、すいません。次行こう。次、いやさすがもうそこはちょっとね、まあまあ振りづらい事件だしな。なんか振りづらいんだよな。次もうあいつ何なんだよ。もういいから次。はい、ラジオネーム忘れるか忘れてたまるか、せいやのズーム事件。
さんです。お前飛ばしてないよ。あ、お前せいやズーム事件や、はい、ズームチンポって書いてんのかないか。おばさんだけ命名してるからその事件で。皆さんこんばんは、私はお酒が大好きで、今晩は飲もうと決めた日は必ず酒のつまみに唐揚げを買って帰ります。皆様 おすすめの酒のつまみはありますか。つまみは買う時が一番なんか楽しいですよね。一番楽で、一番うまいもんって、はい、油なしのフライパンで、はい、あのちくわ焼いたら一番うまいよな。あー、うまいっすよね。うまいね、ちくわってうまいな。やっぱりこのすり身入れるだけで確かにうまみが違うからね。すり身に火が、だからもうお出汁やからな、言うたら。そうなんですよ、確かに確かに。全身が確かにそうです。全身お出汁やから旨味しかない。そう、ちくわ、生でもうまい、焼いてもうまい、なんか煮物に入れててもうまい。あー、煮物、おでん最高ですもんね。そう、あ、天ぷらでもうまいしね。磯辺揚げ最高、最高やろ。うどんでもうまい、うまい、なんやねん、ちくわ。ちくわ芸人だな。ちくわってほんまうまいね。ちくわいいね。キュウリぶっこんでもうまいっていうな。あー、チーズぶっこんでもうまい、美味しい、なあ、最高あれ。どうなってんねん、ちくわ。あの構造上いろいろぶち込まれてしまってる。うまいよな、ちくわにチーズ乗せて、海苔乗せて、美味しい、ちょっとトースターで焼くと美味しいんですよ。美味しい、うまいわな。ちょっとあれちょっとハマっちゃうんですよね。チーズだけ異分子やけどな、あとは二人とも海から来たやつだけど、そうです、そうです。チーズが焦げた感じとかは何やろな、はい、でもまあ同じようにかまぼこもうまいけど、かまぼこってめんどくさいやん、板から切るの、離すの。あ、そういう意味ではやっぱちくわ強いねんな。ちくわすごいな。いやでもコンビニで今日じゃあレモンサワー買って、つまみ何にしようかなって結構悩みませんか。1個ホテルで、これから、あ、ホテル泊まりの時、これからホテルに行って、泊まりの時俺あのめっちゃになるよ。え、何知ってます。あのセブンイレブンに売ってんねんけど、サバの揚げたやつに、醤油おろしかかってるやつあんねん。で、えのき入ってるやつ。あ、こういうやつですか。そう、あー、ちっちゃい、はいはい、俺あれ見ただけで買ってないやつ。うん、あれうまいんすか。あれめっちゃあれで、レモンド、あー、もうそれでええわ。確かに、あのコーナーありますよ、そこのコーナーで。めっちゃ種類、おかずコーナー、カップおかずコーナー、タコとブロッコリーみたいな。そうですね、マジの、いやー、あのサバのね、おろしかかったやつほんまうまいね、あれ。食べたことない。あれ、あそこにたまにあった玉ねぎと、かつお節、あれもありましたよね。あったあった。ちょっと、本当にそれにちょっとポン酢みたいなのかけて食べれるようになってる。あった。あれうまいんだよね。まあ、オニオンサラダやな、単純な。そうです、そうです、そうです。ほんとシンプルな。そうだな、セブンだと俺冷凍の手羽先買っちゃいますね。冷凍に手羽先、それどうやって食べるの。電子レンジで、7本ぐらい入ってて。奥さんがチンしてくれんの。いやいや、自分でやりますよ。そんなやってくれるわけない。全部で田中今のところチンやってくれる。いや、それぐらい全然やってくれます。あれ食べたいなって言ったら、チンしようか、あ、でチンしようかっつって言って、タッ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 、信じられない。今だけなんでしょ。でもこれもだんだん評価が下がって、まあ、なんかはやらかせん、その浮気とかじゃなくても、言っても信頼を失う。新婚時はあったでしょ。新婚ないないない。ないやろね、普通で考えたら。その、しばらくお付き合いしてから結婚するわけやから、新婚でフレッシュなわけない。新婚って別にフレッシュじゃないもんな。フレッシュじゃないですね、結婚は。だから自然体になってから大体結婚するやん。付き合ってる時にあったラザニア食べたいなっていうので、頑張って作ってくれてた。そういうやつ。もともと料理苦手なんですよ。あ、なるほどね。どっちかじゃなかったらね。どっちかというと部屋の掃除とか洗濯とかそういうのすごい得意だから、それはもうほぼやってもらってる。もう俺全然できないから。でもだんだん掃除とかも、まあ、やらかしてくるごとに俺がね、指示を出されて俺が動くことも増えてきてるけど、奥さんはミッドフィルダーに下がったんや、フォワードから。そう、司令塔に。司令塔に。
走ってろよって言われて走ってなかったもん。そうそう。どうですか、ユイリーとかさあちゃんも、うん、今ちょっとそう憧れるんですか、もしいつか新婚生活みたいになったら、うん、作ってあげたいなみたいなとか。作れたらいいな。思います思います。どう作ってあげたいなって何の、あげたいというか一緒に食べるから私が作るねってなります、うん、あなんかそう多分、うん、そうだよね、うちの奥さんもそうなの。もうでもね、結婚する頃にはなくなってますよそんなの。いやいや、でも私結構頑張れてる。2年ぐらいお付き合いするもんでしょ大体は、うん、大体はね、はい、なくなりますよそんなの。いや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 、結構尽くせるタイプだと自負しているので頑張れると思う。お前が怒られるぞ、女の人って出てきちゃった。いやでもそれが一つの愛情の見せ方じゃないですか。あかん、そんな言うたかん。え、ダメ、これはダメ、今のは怒られるよ。え、ダメだろ、愛情ねっつんかい。やでもこれ一つの愛情の見せ方ですから。絶対フェミニストに怒られるって。そうなの。もはやもう女性も怒られる時代よ。そうそう、そうそう、そういう人がいるからなくならないんですよみたいな。男がつけ上がるんだみたいな。そう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 。それそちら側の相手選ぶのが悪いだけじゃないですか。俺らが言いよどんでること言うな。言えなかったな。そう、でも作ってあげたい。ユイリは憧れない。憧れる。いや憧れますね、うん、ただ本当に料理にバカ丼みたいなやつ。バカ丼できたよ。いやもうバカ丼でもいいけど、いやでももう、いや私は作れない自信しかないんですよ、うん、作れない自信しかない。もう料理がそんなに触れてこなかったんで。何にもしてないの。末っ子でやっぱ長女とか次女がお菓子作りだったりとかが好きだったから、それ食べる専門になっちゃって、うん、いや一緒にやれないでしょ。いやだからまあできるとしたら卵焼きかマヨネーズ手作りぐらいしかできない。手作りできる家庭、結構すごい。家庭科の授業で習ったマヨネーズ、油と卵白糖とかっていうのぐらいしかできないので、うん、理想はお弁当とか作ってあげたいですよ、うん、でも無理です。いや今が無理なだけで、でもやってみようかなって思うかもしれないじゃん、相手によって。そうですね、やっぱメンバーの中にも自分のためにこうなんか栄養価たっぷりなお弁当を作って持ってくる人もいるので、うん、やろうと思えばできるんですけどね。まあ自分がこうガッと興味があるものではないから、うん、よっしょっていうことになるってことでしょ、思い越しを上げてみたいな、はい、でもやっぱり手作りの方が美味しいのは確実なんですけど、やっぱセブンイレブンとかのおつまみとか手出しちゃいますよね。いやでもインスタントの袋麺作ってくれるだけで全然嬉しいよ。でそれは作ってくれるんでしょ。いやいや自分で作る。もう切ないな。切ないっていうかね、うん、奥さんはねもう本当に料理苦手だから。まあ苦手ならそうですね。袋麺もなんか美味しくなくなったとかって言って自分で作った場合ね、たまにおるね、袋麺をうまく作れない人たまにおる。なんか時間をミスってんのか、うん、なんかタイミングがおかしいのか、うん、確かになんか微妙だったりするんだよ。だったら俺が作って奥さんのも作った方が両方美味しく食べれるから、うん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 、スムーズなんですよね。まあまあ、苦手ならしょうがない。苦手ならしょうがない。私も不得意はありますし、ね、許されたい、うん、あと女だって忙しいしね。ちょっと擁護してる。そのずっと擁護してる。いやそれはまあ女だって疲れるしね。そうですね、だから女の子みんな疲れていろいろ忙しいですから、うんうんうん、曲いく。はい、ということで、うん、このコーナーでは僕たちにおしゃべりしてほしいお便りを募集しています。宛先をゆり、はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日、メールはやるすいアットマーク MBS1179.com お便りやってますの係まで、たくさんのお便りお待ちしてます。以上、お便りやってますでした。はい、じゃあ曲のを聴いてください。羊文学モアザンワーズ。田中です。山根です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さてメールいただいております、はい、東京都コボ、はい、やるじゃめさんこんばんは。お笑いルール虫人間ことパックンの X かっこツイッターを見ていたところ、はい、今年7月6日に気になる写真が投稿されていました、はい、その写真は相方のマックンが NHK 福井の大谷アナウンサーとのツーショットで写ってるものなんですが、うん、なぜかマックンの顔が異常に大きいんです、
田中さんの足長写真は加工されてないとおっしゃっていましたが、マックンの顔でか写真はどうも加工されてるようにしか見えない大きさです、皆さん審議していただけないでしょうか。ちなみにマックンの本名は吉田誠ですが、大谷アナとのツーショットということで、パックンはその写真にすごいメジャーリーグベースボールオールスター前に大谷と吉田のツーショットを撮った大谷マイカーナと吉田誠ですけどねと何とも言えない一言ですよね。どういうこと？ちょっと聞いてもよく分かんなかったんですけど。なるほどね。この写真どうですか？加工ですか皆さん？おお、なんか思ったよ。ああでかいな。マックンでかい。これ加工ではないでしょう。まあ、でもね、こんなもんなんじゃないですか、おっさんと。まあ、なんかこれ一緒にされてるからそう見えるだけで、ね、単体だったら、単体だったらおっさんってこんなもんでしょ。マックンさんって結構ちょっと大きくなりました。マックンちょっとふくよかになって、ふくよかになったね。それもあって大きく見えるのかな。年齢かな、年齢で太ったかな。なんか首がないから余計にでかく見える。すごいアイドルみたいね、このアナウンサーの人。むちゃくちゃ可愛らしいね。綺麗な方、綺麗な人多いよね。うん、NHK 福井やて、NHK か、福利かか、なんか仕事ないかな福井。こちら無職じゃなくてアンチェイン、はい、あっぱれですよ皆さん、こんばんは、いつも楽しみにしてます。沢口さんに質問です。ツイッターで、はい、絶対皆さんバカにすると思うんですけど、ギャルになってみたいです。わ、はい、外見じゃなく内面ねとつぶやかれていましたが、はい、どういう意味ですか。そのまま、シンプルに。そのままどういう意味よこれは。ギャルになってみたい。ギャルのメンタルって素晴らしいなっていうのはすごく常々思ってるんです。あ、確かに。やっぱポジティブさがすごい潔いじゃないですか。あ、本当に私もう本当に人の嫌なとこばっか考えてるので、ね、そうやな、中二病だからな。そうやな、じゃないですよね。そんなことないんじゃないとかが欲しいんですけど。でも俺ギャルって、まあ、別にその責める気はないけど、自分勝手すぎひん。でもそこに憧れちゃう。うまいものを食べた時に、ちょっと待ってって言って全員に一旦ストップさせる。あの神経がわからへんの俺。確かに。あのちょっと待ってな、なんで全員止まらなあかんねん。待って。美味しいんだけど。周りを褒めたいから言ってるわけじゃないですよ。じゃないの、うん、待ってって。でもそういうことや。なんで待たすのあれ。じゃあ自分の中の驚きです。え、待ってって。うん。美味しいんだけど。待つや、待ってって言われた。どうしたどうした。美味しいんだけど。美味しいって言えばいいじゃん、その第一声で。うん。いや、まあちょっと私に言わないでください。でも内面は、内面は有利ギャルやね、内面は。待ってって言う、美味しいもん食べた時に。いや、一口目、うまっと思った時に、待って、いや言わない。美味しいんだけどって言って。言わないです。言わない。言わない。誰が言うメンバーやったら。もぎちゃん。もぎちゃん。あ、いや、あれギャルじゃん、ヤンキーや。わかんないわかんない。ヤンキー、ヤンキーのね、待ってとか言うヤンキー。あの自分勝手さどうかなと思うよ。自分勝手。ギャルになりたいって言ってるけど。でもなんか、あの自分勝手さが。あれをやりたいの？ちょっと待って。じゃあ、あれをやりたいんではなくて、あのメンタルが羨ましいと思う。私はできないなっていう。度胸みたいな。芸能界だと誰？今ギャルって。みちょぱさん、みちょぱ、ゆうちゃみ、みちょぱでもちょっと大人だけどね。ゆうちゃみじゃない？ゆうちゃみ、ゆうちゃみさんか。めるるさんはどうなんですか？いや、めるるはギャルって感じ。ギャルじゃん。単に可愛い子。単に可愛い。若い子で可愛い子。若くて明るくて素直で可愛い子。すごい、めっちゃ褒めてる。あれは？あらかおさん。あ、誰？荒川さん。エルフの？エルフの。荒川さんに。あれはギャルやね。あれはギャル。でもギャル。仕事だからな。仕事ギャルだもんな。あれ仕事。言うたらタイガーマスクやんか、あれは。ああ、なるほど、なるほど。だから平野ノラとかもバブリーを仕事にして、なんか演じてるじゃない。はいはいはい。あれギャル。村重さん。村重はまあギャルの精神はちょっと組んでるかな。あのギャルというか陽キャ、陽キャだよね。陽キャの陽キャ、明るい。ありがとうございます。ギャルでもどこにいても、あ、もう村重がスタジオに今日いるっつって、どこの場所に行ってもこの番組が一番好きって言ってるもんね。ああ、そうそう、言葉は軽いんだよね。だからそういうところ、とりあえず現場が華やかになることはどんどん言えちゃうみたいな。思ってようが思ってなかろうが言うな。いいな。そんなギャルになりたい。
なりたいです。もっとはつらつとしたいですね。あ、待ってって言いたい。待っても言いたいです。なんかそう、人用に迷惑かけれるぐらい、なんか自分のことを言ってみたいです。まあね、結果迷惑かからないこと言うから、気使ってね。誰も問題されへんねんけど、綺麗な風景見ても言うやん、多分。待って。めっちゃいいんだけど、ここ。綺麗すぎないとか、めっちゃ言いたい。もうマジ無理みたいなことも言うよね。無理じゃないの、ね、無理じゃないの。言いたい、無理じゃないの。なんかちょっと重いもの運んだら、もうマジ無理とかいう感じ言ってるよね。いや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 、マジ無理。まだ行くだろとか。小林軍曹がいなくてよかったよ。厳しく。やると食い合わせ悪いよ、小林軍曹。そんな、まず発するな、そんな言葉っていう。じゃあ、次は。あ、こちら来てます。はい、山形県白鳥さん。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ケンコバさんは、うん、自分自身の YouTube チャンネルをお持ちではないですが、ケンコバさんが出演している YouTube の動画の再生回数はさすがです、うん。クッキーさんと古着屋を巡る動画、うん、81万再生、うん、あ、すごい。ステーキを食らう動画、101万再生、すごい。ファミコンの思い出を語る動画、119万再生と、どれも多くの人に見られています。ケンコバさんは自分で YouTube 始めてみようかなと思ったことありますかと。すごいですね。需要があるということですね。これ自分でチャンネルやってたら結構儲けれてたの。いや、儲けれてるでしょ、このぐらい再生してたら。で、趣味に結構特化してるから、ケンコバさん、なんかそういう人のやつって見ちゃうじゃん、詳しい人のやつって、うん、だってバイクもいけるでしょ、漫画もいけるでしょ、バイクもいけるし、バイブもいけるからかな、あれね。バイブに、まあ、健康さんがやってたら見るかもな。あ、まあ、だから、すぐ食い合わせはいいと思うんだよ。あー、なるほどね。食い合わせが健康さん。でもなんかもう、なんか、言うてるやん、みんなが。下がった言うて、広告費が。ああ、そうですね。儲けるのは結構。もうちょっと、なんか最新の人は違うとこ行きますみたいな、プラットフォームっていうの、TikTok とか行ってますよね、みんな。だからやらない、儲かないんやったらやらへんかな。俺は商業主義やから。キューティー植木を排除するぐらい商業主義やから。あ、俺もな、ね、商業主義だから植木は簡単に排除する。まあまあ人から呼ばれて頼まれてるやつやから、責任なくやれてるからいい雰囲気出てるかもね。必死になる、必死にならんでいいっていうのが俺には向いてるかもね。いや、すごい、ファミコンの覚え出のやつちょっと見てみよう。それが、そこのスタッフが、うん、吉野家の赤坂店行ってた人。あ、そうなんだ。そう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 。うわぁ。ファミコンの思い出だったら俺も全然。なんか赤いカセットの話とかね。してましたよね。赤いカセットといえばね。といえば何？あー、それは、筋肉マンマッスルタッグマッチでしょ。俺もそれあげた。あー、そうでしょ。そうだね。赤いカセットだね。俺もそれあげたね。ジャジャマルくんもそうか。ジャジャマルくんも上がってたね。あと、エキサイトバイクも。エキサイトバイクは小豆、小豆色やな。小豆色でしたっけ。あ、そうですね、小豆。そう、この程度の話してるだけよ、ほんまに。それがやっぱみんな懐かしくて耳やろな。刺さりそう。あ、あと、モヤロプロ野球。あ、そうや、モヤプロ野球。ね、モヤプロ野球。もう盛り上がってる。わかん、こんな話できない。ファミコンは全く分かんないですね。Wii、スポーツで限界です。ああ、 Wii ね。あ、 Wii ね。 Wii 世代なんで。ああ、 Wii か。 Wii って言うたら、20代とかの女の子も一人入んねんけど、毎回。うん、意外とやっぱおばあちゃん家でやってたとか。すごい。意外とファミコンの思い出ある人おんのよ。残ってるんだ、すごいな。おばあちゃん家か。うん、疑ってる。そいつ嘘ついてる。本当に。確か AKB グループの子ちゃうとか。ええー。いやいや、坂道グループの子か。ええー、本当に。そうか、ファミコンか。ないな。64ぐらい。あ、64。さわちゃんは64も知らんやろ。わかんないです。64ってちょっとカセットちっちゃいですからね。64ちっちゃかったか。ゲームキューブの前。そう、キューブな。ありましたよね。キューブの前っぽいやつで。キューブの一個前か。うん。64は。スーパーファミコンの次だ、64。
スーファミ64キューブプレステ。いやプレステは違う会社。あ違う会社だ、うん、だ全然わかんない。なんだキューブ。ほんでもう Wii か。 Wii ですかね。 Wii U。 Wii U あるじゃね。スイッチ。スイッチね。スイッチ。なんでため息やねん。いやいや、ちょっと歴史を感じちゃった。もう一個あるんでいいですか。はい、止めてない。ギャルちゃうねんから止めてない。ちょっと待って。もう一個あるんだけど、いけや。次行きたいのか、止めたいのか。行ってよ。富山県、時給250円さん。うん、皆さんこんばんは。25日放送、ケンコバさんが出演された、全力脱力タイムズ拝見しました。終盤の原口さん扮するさんまさんのほいでほいで攻撃に翻弄され、顔を真っ赤にする珍しいケンコバさんが見られて笑わせていただきましたが、ケンコバさん、アンガルさんはさんまさんとの共演も多いと思いますが、さんまさんの凄さやエピソードなどがあれば教えていただけませんか。またユイリーと沢口さんはこれからさんま御殿などであるであろうさんまさんとの共演に備えてアドバイスなどしてみてはいかがでしょうかと。怖いよ。ユーリーが来週さんま御殿なんです言われてオンエア怖くて見られへんよ俺。でもさんま御殿も AKB メンバー何回か出させてもらってるので。あ、もうあれ出た。あれありますよね。ありますよ。ユーリーが、うん、あ、私じゃないです。AKB メンバー。AKB メンバー出てるのか。ユイリーが出るってなったらやっぱちょっとね、大丈夫かなって。どうしようかな。でもまあさんまさんなら大丈夫やけどね。変なこと言っても全部うまく、ま、着地させてきますもんね。あ、これを後で使おうみたいな。とんでもなく変な方向に変な人の方が行かなきゃね。そういう人がいた時に、俺ぐらいの世代の芸人が機能してなかった時は怖いけど。こっちを立たすために、いや、ちゃんとやれと。使い方をうまくね、みんなでやらないといけないような感じだったりとか、うん、そうね、うん、さんまさんは絶対優しいの分かるんですけど、うん、共演者さん誰が怖そう、うん、バラエティー出てる人で、もうみんな怖そう、みんな怖そう。あ、そう見えるんだ。いや、今の若い子からしたら田中とか怖く見えるかもしれないですよ。いや、絶対怖いはず。声荒げるやり方やるやんか。はいはいはい。あれだからほんま今のデビューしてきた子たちからも、いや、確かに絡む怖い。会ってなかったらちょっと怖いです。田中が、ちょっと怖いかも。あの田中がいや、だからそんな気軽になんか話しかけて、なんか呼び出し先生の時も、やっぱちょっと緊張して話しかけられる時ありますもん。ほんまに声荒げる人やと思われる。全然いいよみたいな。偉くなってんだな、見え方が。いや、だから、ハゲてるし、だから、ガーッと声上げたら、ちょっときつく感じるときあんのかな。ハゲてるし。教頭先生とかってハゲてて、きついイメージあったじゃないですか。で、先生の格好してるし、なんかちょっと俺、柔らかく見えてないのかなってちょっと思った時あったんですよ。芸人さん皆さん怖いですよ。あ、そう。柔らかいイメージよな。裏の顔があると思っちゃって接してるから、あ、ここでちょっと失礼なこと言ったら申し訳ないかなとか、今話しかけちゃダメかなとかすっごい思います。裏の顔なんて芸人なんて全員ネクラなだけよ。そうそう。いや、そう、ないとは分かってるんですよ。なんかラジオとか聞いて、あ、面白いなって思ってるけど、いや、でも今ちょっと話しかけたら、今失礼かなっていうのすっごい考えてる。なんかそう。さんだからじゃなくて先輩というか年齢的に、もう皆さん若手の方でもちょっと話しかけづらい。怖いんだ。でも最近ちょくちょく裏でネクラじゃないやつおんのよ。あ、それが怖いけどね、俺逆に。おたけとか。おたけさん、おたけ、おたけでも裏でもあんな感じやから。おたけもそうだし、俺ちょっと嫌だな、嫌だっていうか、大学お笑いサークルから来ましたみたいな人ら増えてるじゃないですか。増えてる増えてる。あいつらなんかちょっとイケてる感じがあってね。なるほど。若干嫌なんですよ。モテてたっていう。モテてた。青春を謳歌してた。そう。楽しんでお笑いやってただろうな、みたいな。これも単なる俺らももう、単なるひがみ。ひがみ、そねみ。そう。なんだけど、うまく、あ、なんかキラキラしてたんだろうな、大学時代から面白くて、責任もないから、
楽しくやってて、そのまんまテレビっていうか芸能界入って、うん、なんかまあテレビも出れるようになったし、うん、楽しいだろうなと思いながら見ちゃうんですよね。うわ、もうだから妬み、そねみ以外の何なんでもないダメだなと思うんだよな、うん、でもタイプ違いますよね。青春を謳歌してたタイプね。うん、昔芸人になった人があって、昔だって、まあ、アンガールズが珍しいぐらいだったもんな、大卒って。あ、そうですそうです、少なかったんですよ。でも大卒も大学も俺らそのキラキラしてなかったから、うん、なんとなくなんかテレビとか出るとかライブ出るで人気者になりたいって思ってやり始めてるからなのかな、なんか種類違うなと思うんだよな。大卒増えてますよね。いや、大卒の方が多いやろ今。多いですよね。うん、単純な大卒はいいんですよ。大学お笑いが気持ち悪いんですよ俺。気持ち悪いって言っちゃうとあれだけど。でもネタ味噌の味でしょ。大学でそのでも和気とかはさ、大学で和気も若干人気あったねあれ。和気とか、まあ、今知らんと小島よしおとか。とか、うん、あのカモメンタルとか。聞いたことあります。うん、今見たらもうあのもういぶし銀の芸人っぽくなってる。そうだから和芸はその大学卒業して一回跳ねなくて、うん、なんか沈んだ感じあるから好きなのよ。ああ、そっから仲間芸人に染まったみたいな。そうそうそう。ああ、まあなんとなくわかる。なんかあるよねそれね。今はだってもう多分各事務所がスカウトするでしょ。ああ、それもあるでしょ、ね。大学のお笑いサークルのエースみたいな。ああ、吉本のニュースになってたもんな、なんかすごい子が。大学サークルですごい子が、はい、吉本所属決まりましたみたいな。あ、そんなドラフト1位みたいな応援できないな、俺。ネタにドラフト外から入ったような感じだな。うん、まあ、育成のな。育成で。育成のやつは応援したくなるよな、人はな。そうなんですよね。でもやっぱそだドラ1のすごさ見せてくれたらいいんだけど、うん、そうはいかんやん、プロ野球と違うから。ああ、そうですね、うん、まあ、ある程度上手ではあるし、まあ、まあ1年目からしっかり絡めてこいつおもろいなってやつは、うん、歴史上多分おらんやろでしょうね。いないですね。ビッグスリーだダウンタウンさんだけども1年目2年目は、うん、多分そんな下手やったと思うけどな。うん、才能だけで押し切れないよな多分、はい、絡みとか特に、はいはいはい、そうですね、はいはい、じゃあ皆さんすごい努力されてるんだな。おいやめろ人ザコッションみたいなしてるか。努力の感想は今でもそうなんだよね努力されてるんだな、努力されてるんだな、努力なんかしちゃう、ね、花札してセックスして寝てただけじゃんいつの時代だよ花札って俺見たことないですよ花札自体終わりですか。あ、終わりです、はい、さんまさんと、はい、さんまさんと、はい、さんまさんとはだから絶対でもこの辺は絶対大丈夫ですよね、はい、ある程度喋れれば。バラエティとかをなかなか慣れない慣れないって思ってるやろうけど、はい、これも1年2年2年ですね。あ、ここラジオ、はい、漫画の描写みたいなこと起こると思うよ。あれ俺のパンチが効いてるみたいないやでもそうだと思うわ、うん、いやそうそうそう、いや何も知らなかった2年前とは全然違うと思うよ。やっぱちゃんとだって俺らが声荒げても、うん、一切怒ってないなってもう分かるやろ、うん、ちょっとうるさいなぐらいにしか、うるさいぐらいなでも、うん、それが分かるだけで全然変わってると思うよ、うんうん、そうですね、うん、確かに。でもさっきの山根はマジでちょっと怒ってたけど本当に不満だったんだろうなみたいな。初心者にはほんまに怒ってたけどなんか嫌いなんだよなじゃあ一旦 CM です。AKB48 村山由依里が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。心のふるさとのコーナー。あんなにも好きだった君が泣いちゃいそう。あれこの街に
私田中が吉岡里帆の仰向けのグラビアに帰りたくなるように皆さんが帰りたくなる心のふるさとを紹介していきます、はい。まずは東京都高弘くん。私の心のふるさとは倉科カナさんの DVD、うん、ビーチエンジェルスです。もう最初グラビアやもんね、あの人ね。はい、沢ちゃんにも負けない巨乳の持ち主で、時にはビーチを走り回り、時にはベッドの上での大胆ポーズ。沢ちゃんにも倉科さんに負けない大胆なブルーレイを出してもらいたいものです。ブルーレイ一応大丈夫です。大丈夫です、うん、一応まだ予定はないので。倉科さんに負けない感じ。ビーチエンジェルスすごいですか。倉科さんすごい。ちょっとまだ見つけれてない、かわいい。これ何歳ですかね。絶対に若いかな。10代とかかな。若いね。だいぶ若い。あ、だいぶ若いですよこれ。今だってグラビアしてたなんて信じられんやろ、倉科さんが。はい、うん、女優さんとしてこう身を成してるというかね。なんかまだちょっと垢抜けきってない感じがまた、あ、少女感、少女感ね。へえー、かわいい。14年前。高弘が帰ってるんだ。うわー、あー、そうなんだ。21歳。いや、これは皆さん見たら分かると思います。あ、あれ、ミスマガだって。めっちゃ先輩ってことですね。あ、本当だ。あら、大先輩。これすごい、ね、お手本にさせていただきます。ビーチを走り回ってる時はじゃあもうたっぷんたっぷんしてるんですかね。だろうね。で、今もなんかちょっと素朴な感じもあるからいいんだよな。逆に俺なんか怖い役のイメージあるけどね、実はみたいな。あ、そういうのもできる人ですね。なんかあのか、奥様たちの映画みたいなのですげえ怖いんちゃうかったっけ、あの主婦の騙し合いみたいな、なんかなかった、そうなん。確かに演技もね、うん、すごい、うんうん、実はこの怖い人やったみたいな。このママ友、ママ友のなんか、あ、金魚鉢のやつかな。違ったかな、何だったかな。暮らしですね。さあ続いて、はい、岡山県ネズミ先輩の先輩さん。私の心のふるさとは河合直子さんです。河合直子、わかる。現在の巨乳とは違い、そう、ボインという表現がぴったりのおっぱいと、ちらりと覗く八重歯に、八重歯ね、当時小学校高学年から中学生だった、うん、思春期の入り口の私は夢中でした、うん、一番のお気に入りは黄色と白のストライプのビキニで、なんか覚えてるぞそれ。俺、明星だか平凡だかから切り抜いたその写真を、透明の下敷きに挟んで、大切に大切に使っていました、うん、あれから40年以上経った今、仕事に疲れた夜は焼酎をちびりとやりながら河合直子ビキニで検索します。さらに動画サイトでは水泳大会の時のビキニで歌う河合直子さんに会うことができますと。アンバランスだったかな。いや、この人はほんと本格的に帰ってるな。本当にボインですよね。あ、このなんかこの船着き場みたいなの歩いてる写真に、さわちゃん勝てますかこれ。いいですか。勝てない。これはすごいやろ。すごい。見せてください。惜しげもなく。これはすごい。すごいな。すごい、めっちゃエッチ。こう栄養の環境も今とは違うんですよ、うんうんうん、確かに。そっか、うん、我々より上ですから。俺より上やもんね、河合直子さん多分。じゃあ親子さん世代の人が娘に、いいもの、娘にだけはいいものを食べさせてあげようと、そういう愛情も感じてしまう。深すぎる。裏の裏までいらしい。だって栄養環境が今とは違うんやから。そうですね。で、今じゃ生まれないですよね多分。やえばこれ強制させられそうだもんな。個性的ですげえ可愛いのにね。可愛かったですよね、やえばってね。なんか還暦、そうか。あれだけ俺たちがあれだけ心の底から愛したジャッキー・チェンを一瞬みんな嫌いになるっていうね。おー、噂なんだよ、ジャッキー・チェン。そうなんですか、うん、すごっ、俺たちの可愛いな子がみたいな。あー、あ、そっち側なんですね。そう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 、みんなジャッキー信者やったのに。
あその時代のジャッキーってまあ凄まじい、まあ、世界どんな規模やったよな。アジアではスーパースターだもんね、とりあえず。あもう、さあ続いて、はい、愛知県のキックザ・カンクロさん、はい、私が帰りたくなる心のふるさとは、うん、映画白蛇賞の小柳ルミ子さんです。これはすごいよ。当時はテレビで映画を放送するときは普通に濡れ場も放送されていて、そうやね、テレビでやってたからね。小柳ルミ子さんの豊満な体に大興奮していましたと。とんでもないんですか、とんでもない。ルミ子、ルミ子が大変なことになるってことですか。ルミ子がバックで乳揉まれますね。すごい作品ですね。あ、杉本哲太さんか。杉本哲太さんが、杉本哲太さんがバックで乳揉みまくって。そうそうか、憧れるもんね、バックで乳ぎゅー揉むなんて。キックザ・カンクローさんはもうそこに常に帰ってると。でもいざね、大人になってみたら、うん、思ってたより女性の体ってデリケートやから、あんな風にはでけんからね。ワイルドにはまさぐれないから。あ、大丈夫かなと思っちゃう。そうなんです。あ、これ聞いてる中学生男子にも早めに現実を教えておきたい。女性の体はお前が思ってる10倍デリケートやから。撫でるように触ってあげなさい。触るときは痛い痛い痛いって言われる。そうそう、痛い痛い痛いってなって。撫でるように触るんですよ。こういうことを、こういうことを本当に教えなきゃダメやからね。確かに。真の性教育ってこういうことやから。そう、勘違いしていろんなことを間違えてやっちゃうんだから。そうそうそう、本当女性の体に触れるときは触れないくらいで触れてください。フェザータッチね。それが正解。そう、さあ最後、はい、福島県の胴回し回転蹴りさん。おお、前田明。皆さんこんばんは。こんばんは。自分が落ち込んだりやる気が出ない時に戻ってくるのは、うん、山本キッドのりふみ選手です。そりゃ、未だに俺も見るよ。あのファイトスタイル、そして格闘技を盛り上げようとたくさんの痺れる試合を見返すと、うん、自分も殴ってでも気合を入れたくなる、うん、心のヒーローです。うーん、かっこいいやろ。かっこいいです、ね、めちゃくちゃかっこいいやろ。めっちゃかっこいいです。いや、格闘技史上一番イケメンかもしれんもんな。確かにイケメン。そんなにすごい試合をこなして、格闘技を盛り上げてきたんですか。キッド見てなかったの。いやー、そのね、試合は見てるけど、あの宮田さんっていうね、今ではもうすごい選手育ててる名伯楽の人がおんねんけど、はい、オリンピアのアマチュアレスリングの選手、うん、その選手との試合、7秒 KO やったかな、5秒 KO やったかな、ゴング鳴った瞬間ダッシュで飛び下げる決めて、しかもキッド不利って言われてたの、その時レスリングの実績では全然差があるから、そのダッシュって言って膝蹴りが思いっきり入るんですか。思いっきり入って、うん、でも昔ながらの格闘家とかプロレスラーの、うん、おい見たかとかじゃないのよ、うん、若者やってんキッドって、その辺が、うん、マイクもらって、うん、あやべえ俺かっこいいとか言うの、それでうわーかっこいい、俺かっこいいって言って、なんかその新時代っていう感じ。ルックスもかっこよければ試合もかっこいいし、うん、で体重気にしないのよ。キッドってすごい小さい選手やってんけど、うん、だからそのトーナメントいられても一人だけ体重変われてんけど、うん、いや別にいいっしょみたいな。体重何キロ上でも俺のパンチ当たったら全員倒れるしとか言って、顔パンチで勝つね。ほんでまたそこが惚れちまうんですね。いや惚れちまうよ。俺番組一緒にやったことあんねんけど、うん、レギュラー番組、はい、キッドと、亡くなる前やけどね、なんかキッドがちょっとなんか、ま、天然的なボケしたのよ、はいはいはい、で合間に「さっきすいません」みたいな変なこと言っちゃって俺みたいな言ってきた、いやぶっちゃけ俺めちゃくちゃ面白かったよ」って言ったら「やったー！」って言って懸垂始めた。いやー芸人さんに面白いって言ってもらえた俺とか言って、めちゃくちゃ嬉しい。会ってみたかったな。いや惚れたね俺ほんまに。そういうところもなんか神の子っていう。そう神の、神の子って言われたから自分で言い出してんけど、子供っぽい。そうそう、子供っぽさがやっぱ、あの、うん、
少年っぽい男の人好きとか言われてるやん、はいはい、キッドのことやねんやろなと思う。もうまさにですよね。キッドもそうだもん。うん、いやいいな。いやちょっと俺も帰ってキッド見よう。見てみよう。あ、田中さんにルックス見せましょうか。ルックス、うん、あはい、少年のような、はい、少年のような森文の少年のような。ちょっとびっくりしちゃった。いやいや、すさまじいタトゥーの量だ。かっこいいじゃないですか。もう次入れるとこないぐらいタトゥー入れ。そうですね。これで天然のギャップがまたいいんですよ、ね。そうね。きっと。どうですか。あれあれ。ちょっと落ちてる。帰ってみる。見ましょうよ。今日はちょっと寝よう。明日元気がある時に。守り入ってます。はい。このコーナーでは皆さんの帰りたくなる心のふるさとを募集します。宛先をさあちゃんお願いします。聞こえない。はい、郵便番号は 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日メールはやるすやっとマーク MBS1179.com 心のふるさとの係までたくさんのお便りお待ちしています。以上、心のふるさとのコーナーでした。じゃあ曲の方聞いてください。エンジンでドリームランド。沢口彩香が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。どの色見つけました。いい声が笑いちゃったね。田中の、下半身の一部と同じ色のものを探してもらおうと思います。岐阜県ラジオネーム立ちこぎで立ちこき、はい、梅干しと一緒に入っているくたびれたシソは田中さんの金玉のどの色ですか。ちょっと、でもなんか、うん、黒みが、ね、赤すぎて青みたいになってる時あるからな。なってる時ありますね。赤がすぎて、そうそう。でも近いっちゃ近いんやけど濃すぎるか。ちょっとね、濃い気がする。そうだな。くすみっていうか、うん、なんか明るいんだよな。くすみが欲しい。あれを広げるとね、なんか広げて電球にかざしたらちょうど。あーノーパープレイ。なるほど。続いても岐阜県立ちこぎで立ちこき、学校指定リコーダーは田中さんの金玉と同じどの色ですか。写真ありますよ。茶色の方。アルトリコーダーみたいな。懐かしい。うわこれ、あーちょっと茶が入ってない。だいぶ広い。でも茶が入ってんの実際。茶っぱ実際は。あ実際はね、茶が入ってんだよね。茶紫。茶も入った。でも紫のパー。茶紫なの。原料的には一緒みたいな。絶対入ってんの、うん、使ってねえのが一緒やけどな。艶がありすぎるか。配合が違うのか。配合が多分違うな。ノンパープレイ。配合ってない。熊本県鹿島のファンタジスタ、はい、北斗の拳のユダの唇の色は田中さんの金玉と同じどの色ですか。ユダ、あれ例に嫉妬してたやつ。そう、その美しいマスカット広角拳妖精。ああそうそうそう、唇見せて、うん、ちょっと女性的な。いやパープルだな。これはパープルだ。あのね、薄パープルの、ちょっとパープルなんだよね。これはまたノーパープルね。今日は厳しいですね。今日はやっぱそんな色してないもん俺のあそこは。ちょっとやばいもん。嘘はつけない、うん、そんな色してたらやばいでしょ俺。なるほどね、うん、兵庫県のれん、うん、高田信彦のレガースの色は田中さんの金玉と同じどの色でしょうか。レガース、これはね、ユダの唇と一緒の色ですよ。高田信彦さんのレガース、うん、UWF インター時代やね。パンツも紫みたいなの。そうそうそう、ね、これこそユダの唇の色ですよ。はい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 。これパープルです。赤が結構赤みの強さが。赤みが強いの出た、俺の頭の中では青みの強い方やねんけど。え？え？あ、写真によって違うわ。青みが強いやつと。ライトの感じで全然違う。うん、なんか照明がきつく当たってるやつ赤い。これ。
俺、あそこがそんな色してたら病気ですよ。だいぶ赤が強いとある？赤みが強く出てる写真が写真によって全然赤。ああ、それはね、あのフラッシュで、うん、うん、あ、パープルだな、だいぶこれパープル、これはパープル、うん、ノーパープルレイン。いや、今日厳しく行かせてもらってるけど、うん、パープルがやっぱ、だってあそこにそんな色は出てなかったもん、押された時に見たけど、もうちょっとこう、あの血流止まった色してた。そうそうなんじゃん。ギューッと抑えてたみたいな。これはもうニュアンスで考えていただくしかないです。はい、東京都杏仁豆腐、はい、人妻系 AV のパッケージに使われている文字の色は田中さんの聞いたこと同じ透明でしょ。パッケージねに使われている文字、あー、わかるわかる、そのちょっと欲求不満な感じをなんか紫っぽい感じ、あなたごめんなさいという絶叫とともに瞳は獣へ変わるみたいな、あったかもしれない。パープルレイン、なんで出た、最後にパープルレイン出ました。ニュアンスであったかもしれない。俺もたくさんのパッケージ見てるけど、それジャストのあったような気がする、イメージが。いつしか両軸が快感に変わると。はいはいはい、もうちょっとね、文字の書体自体もね、もう歪みが出てる、そこにパープルレインの色を乗せてた。はいはい。でもこれを聞いている中学生男子はね、そんな AV みたいに乱暴に触ったらダメですよ。ダメ、優しく痛い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 って言われるんで、優しく撫でるように触って。いったん CM です。剣道小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。さてエンディングでございますけど、お知らせの方ゆいり、はい、1週間後に新曲発売がされますので、タイトルとかはアイドルなんかじゃなかったら、これはゆいりの本音です。これが違う、怖い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 、本音じゃない、違いますよ、そういう岡田奈々ちゃんの本音、あ、違いますよ。違う違う違う、柏木さんの本音や、違う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 、こら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 、はい、そして、はい、ラジオネーム、10月に武道館もありますので、うん、チケットぜひ、はい、お願いします、お願いします。さあちゃん、ないです、ないんかい。俺プラスやがって、お前アンガールズエッセイ引き続きお願いします。あるんかい、お願いします、はい、じゃあ最後の挨拶、はい、東大阪市宇宙くん、うん、やるすいの皆さんこんばんは、本日エンディングでゆいりに言っていただきたいのはスギちゃんのネタ、ワイルドだろう、なんとかだろうだけど、これじゃあもう読んでもらおう、はいはい、あ、ネタは、ネタは書いてるやつは書いてくれてますんで、わお、ひらがなで書いてあるから確かに逆に読みづらいけど、まあまあ、うん、でははい、皆さんどうもありがとうございました、ありがとうございました。ゆりちゃん漢字が全然読めないんだぜ、この間なんて古舘一郎さんのことを股間拾ってよってしまったんだぜ、バカチクリンだろ、来週もやるすい引くんだぜ。ノーパープル。また来週、さよなら。